すっごい滑り台あるらしいですよ。おそらくですけど、あの滑り台は大人用です。あ、いいですね。岩木さんもほら今日すごく天気がいいから、岩木さんが綺麗に見えます。あ、モニュメントもあれ多分鶴ですね。外周にこういうふうに遊歩道がちゃんと整備されてて、まあ、この歩道を行けば一周ぐるっと歩けるようになってるんです。来たね、見えてきましたね。すごい大きいですよ遊具。見えますかね、この真ん中。あれ壁じゃないんですよ、あれ滑り台です。3人4人分ぐらいかな、4メーターから5メーターぐらい。せっかく来たんで僕滑りたいと思いますから、これ一応ほら摩擦で危ないんで僕長袖着ますけど、怖え怖え怖え、いきます、5、4、3、2、1、あー怖え。超怖え。一応展望できるのかな、ちょっと行ってみますかね。僕いいね、遊具越しの岩木さん。これもう結構長めの滑り台で、こういうのって結構怖いから、子供がほらお父さんとか、まあ、お兄ちゃんと一緒に行くってあるんですけど、2人で行くのとか抱きかかえていくのもちょっとご遠慮くださいと、危ないって書いてますね。ちょっとある程度大きくなった小学生高学年とか中学生ぐらいの子が楽しめる、結構スリル満点なんでね、気をつけて遊んでもらえればと思います。あ、結構入り組んでるね。ここのアスレチック楽しいんですけど、一個一個の段差が結構わかりますかね、大人の僕でも一段が結構大きかったりするんで、ちっちゃい子はちょっとね、まあ段差途中の1個あるんですけど、ちょっと気をつけて見てあげてください。カメかな、あれカメかないやいいなこのカメ、横に酒井くん並ばせたいですもんね。これ結構ないや結構な勾配だな、階段かな。いろんな色のアジサイがなんかこう段差になってる、すごい隠れた名所ですね。なんかこう鮮やかな花壇が見えてきましたね。さまざまな種類の花が、え、超綺麗、いいっすね。真ん中にですね、この鶴のモニュメントがあるんですよ。木陰とか東屋、屋根いっぱいあるので、暑くてもちょっとこう休憩する場所もたくさんあるので、ベンチもたくさんあるし、すごくいいと思います。5、4、3、2、1。いや全然怖くないけど、熱全然怖くないけど、もう全然怖くないけど熱い